好評のね、好評かどうかわからないけど、レーション、ね、紹介、はい。今日は皆さん大好き、カレーライスでございます。やったー、カレーだー、はい、わー、わー、はい、盛り上がってるね、盛り上がってるね、はい。で、今回はですね、はい、今回は、前回、先々回と使いました、はい、ヒートパック、要はあの、うん、蒸気の、ああ、はい、ありましたね、ありました、ありました。あれ忘れてきました。忘れちゃったあ、だから今ね、グツグツしてたんだね、はい、で、これであと14分、はいはい、14分これをホッチプレイします。ホッチプレイで、はい、じゃあ蓋を閉めて、はい、はい、じゃあとりあえず準備 OK、 はい、このまま待つとね、はい、で、あとな、何を笑ってるんでしょうか、この人たちは。いや、なんかどうなってるんでしょうか、な、え、何何やツッコミ入れてたんでしょまた俺をからかおうとしてるんでしょ。はい、今日のメンバーの紹介だ。ダダン、はい、カウフマン君ね、カウフマン君、はい、そしてルートビヒ、イエーイ、はい、そしてノルトポール、はい、新人でございますね。みんなね、新しく来てもらいました。そして、いつものデルタ君、よろしくお願いします。お、かっこいい。いなかった。はい、よろしくお願いします。え、なになになに。喋ってる時にね、突っ込まないの。さっき客いたんですよ。そこ。日清のどん兵衛ね、こちらね、彩り七味付き天ぷらそばでございます。わあすごい、ね、サックサク、うるさいよ、突っ込むだよね、今喋ってんだから。ね、熱湯3分熱湯3分です。だでも、もう 10分ぐらいは経ってますよね、はい、もう伸び伸びになってると思うんですけど、大丈夫大丈夫、はい、大丈夫ですね、はい、とりあえずこれはまあ置いときましょうね、はい、はい、じゃああとレーション楽しみに今やってますんで、はい、もうじきできると思いますんで、じゃあポチッと、じゃだん、炭焼きチキン、炭焼きチキンと、そしてウインナーカレー、ウインナーカレー、はい、これをいただきたいと思います。じゃあちょっとこう調理をすると、調理っていうかあれか、もう開けてかけるだけですよね。そうです、はい、今回のレーションは、私いつも通り開きませんと、開きません、開きましたとかって今言ったけど、あの録画ボタンを押してないっていうね。意味ない意味ない、映ってないわそりゃ。はい、はい、ご飯、はい、砂糖のご飯みたいなやつですね、はい、そしてこれに、はい、すき焼きの時と同じです。すき焼きの時と同じく半分にして、ちょっとだいぶご飯ほっかほかになっちゃったんで、ああパフっていかないっていうね。ああなるほどね、半分にして、そしてこれにウインナーカレーを入れると。わあすごい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれを、はい、ウインナーカレーの出来上がりでございます。ウインナーカレーの出来上がりでございます。はい、じゃあ早速これをいただいてみたいと思います。カレーですね、はい、はい、こちらをいただきたいと思います。はい、はい、これです、いただきます。うん、あ、ボンカレーっぽくて、ちょっと酸っぱみがある感じのボンカレーかなっていう感じでしょうかね。レトルトカレーのあの本当に代表的な味っていう感じですかね。ちょっとよく混ぜてあげるといいかもしれないですね。あ、混ぜる。はい。ちょっとまあなんていうんですかね。はい。だいぶあれしてたんで、ちょっと油を浮いてた。ああ、そういうか。なんでちょっとよくかき混ぜていい感じにしてあげるといいかもしれないですね。はい、いい感じに。あ、あのね、辛さは意外と中辛ぐらいの辛さかなと思います。あ、でも辛いな、結構辛い、辛口かもしれないですね。結構辛いですよ、うん、なんか後で来る辛さっていうんですかね、はい、すげえなんか、あ、辛いっすね、辛いよこれ。辛いっすよ辛いですん、だんだん辛みがもう増してきて、なんか喉が痛い。カレーですもん。カレーですもんね。これはでも美味しいですね。これがあの、うん、自体レーションの中で一番人気の品です。うーん、やっぱカレーですからね。そうですね、みんな大好きですから。うん、大差がないです、普通に作ったやつと。なんていうか、レトルトっていうよりは
家庭の味に近いのかなっていう。確かに安定感は抜群ですね。はい、うん、どこで食べてもカレーって感じですもんね。うん、野外で食べるとやっぱり美味しいですね。ですね、これは、うん、あ、ソーセージが入ってます。はい、ソーセージから。あ、ウインナーか。ウインナーカレーですから。ウインナーカレー、あ、このウインナーカレーのウインナーはこの間の何でしたっけ、あのボイルしたソーセージですか。あれよりも多分ちょっとしっかりしてる感じがする。あれよりもちょっと、そうですね、皮がしっかりしてるのかな。でもなんかあ の, なのかな、あっちは脂分多い感じだったんですけど、あ、はいはい、そこまでなんか、うん、脂分多いっていう感じじゃしないんじゃないですか。あ、確かに普通のなんかウインナーっていう感じしないですかね、多分。うん、要はこれは なんて言うんでしょう、あれは単品で食うから脂分が多かったんですけど、うん、これカレーですから、カレーだから少しカレーの方にも脂分があるんで、うん、要はそこまでソーセージを強化しなくてもいいっていう感じなんで、普通のソーセージっていうかウインナーになっております。うんうん、うんうん、なるほど、美味しいですね。大体そのレーションって何種類ぐらいあるんですか。はい、そうですね、具体的に調べたことはないんで何とも言えないんですけど、うん、少なくとも10以上は間違いなくあります、うん、すごい。じゃあバリエーションがあるってことですね、はい、いろいろ。でも最近も結構また増えてきてますんで、うん、もしかしたら20以上はあるかもしれないですね。すごい。さっきあのどんべいですか。はい、どんべい食べた後だでしばらく経ってるからだいぶ重いですね。だいぶ重いですけど、でもちゃんと、でもこれ美味しいですね。でもこれ結構、うん、演習とかでこれ出てくると嬉しいですね。本当美味しいですこれ。うんうん、すいません、ただただ食べてるような映像になってますけど。すごいな。このカレーセットっていうのはもうカレーとご飯のみですか。そうです。うん、カレーですんで、うん、まあまあ前にも言ったんですけど、白ご飯以外にも、うん、要は五目チャーハンですとか炊き込みご飯ですとか、うん、そういう白ご飯プラス違うなんかあの味付きご飯みたいなのがある場合もあるんですけど、うん、まあ、これはカレーですので、うん、カレープラス味付きご飯っていうのは前ですね、はい、基本白ご飯、白ご飯の完食しました。はい、ありがとうございます。というわけで、今回のレーションですね、ウインナーカレー、はい、でした。はい、ありがとうございます。はいはい。はい、ですね、バリケードの、こんな感じで今ね、ここバリケードの隙間を塞ぐということで遮光ネットを今張ってるんですけど、まあ貫通するかどうかのチェックをしたいと思います。ほんでは、はい、じゃあ行こう、はい、いいよ、隠れてる、いた、はい、終了貫通です。いた、思いっきり貫通してる、いねえじゃんこれ。どれどれ、20でも少ないっすね。見えないけどね、見えないけど貫通しちゃうってことだよね。つまりむしろ40、30、40ぐらいからダメか。ちゃんとついてるじゃないですか。どれ、あー、むしろ50ぐらいじゃないですか。これ穴開くね、ダメでした。次世代だな、別に次世代だからかやね、90あるもんね、加速が。じゃあ
20、30しようか。30でやるっていうことで。木でもう隙間埋めっちゃったんですよ。いや、もちろんそれもいいんだけど、ほら、とりあえずこの目隠しみたいな感じで、後ろに人いるかどうかが見えないっていう名目で、あと、その木を入れるような感じにするとかにしようか。木の方が間違いない。それとも2枚3枚って、とりあえずはやってみて。いや、木の方がいい。木の方、2枚3枚でやってみて。折れないね。木で間埋め、それかこの、あのシートをつけること、貫通するしないとかじゃなくて、その見た目という、あれ意味合いの。見た目はいいよね。見た目はいいですけどね、ただでも貫通したら意味ないよね。ちょっとさ、見た目も3枚でやろう、3枚、まずやってみよう。なんか板張った上にシートかぶせちゃいますか、見た目的に。だってその板がないもん、今のとこ。パレット分解、パレット分解してやる。そうするしかないっすね。そしたら最初に塞いでからやんないと意味ないじゃん。サンドイッチ見たくなってるねえ、確かにダメじゃんね。美味しそうには見えないサンドイッチですけど。そうです。食べるんじゃない。オッケーオッケー。じゃあいいよ、分かった、 OK です。ダメでした。じゃあ一回僕が終了で、はい、1枚目。はい、これはこれでさらにこう2枚入りました。3枚で今バリケードが貫通するかどうか試してみます。パチ来い、さあ来い、いて、はい、来ません、はい、来ません。あ、バッチリです、バッチリです。やっぱり前とあの1枚目破ったとしても、この後ろ側のやつで落ちるんです、パタパタって。今横から弾き出されてました。横から弾き出されて、横から弾が当たって出てるんだよね。そうですね。あ、じゃあいいんだ。だから2枚つが表裏にあれば貫通しない、大丈夫、バッチリ。あ、いいよ、いいよ、来い。全然打っていいよ。大丈夫。オッケーです。全然裏まで来てない。あ、ギリギリ危ねえのがある。やっぱりギリギリ危ないのがあるけど。ギリギリ危ないのあるけど、でも大丈夫だよ。あとまだヤバくなったらもう一枚かぶせればいいんだよ。大丈夫、これでいこう、これでいこう。随分かかった、パタ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 。あー、表面は穴だらけですね。だいぶ集中放火したっすね。確かに確かにな。